ニュースポストセブンです。今年もよろしくお願いします。電撃的な出会いだったそうです。宮沢エマさんと森崎ウィンさんが2年以上にも及ぶ真剣交際をしていることが分かりました。きっかけは2020年のミュージカル舞台ウエストサイドストーリーでの共演。宮沢さんの知人は、エマさんは昔から恋人は絶対歌が歌える人がいいと公言していました。ウエストサイドでカップル役として共演した際に、森崎さんの歌に対する高い意識に強く感銘を受けられて、彼女の方からアタックして交際が始まったと聞いていますと明かしました。